日本株はコーラと申します。ロードバレーというゲートを説明いたしますので、基本的にロードバレーって出入り口 の工場とか、倉庫というものですね。でこれですね、車を切った時に、例えばカードをかざした時に、ゲートが開けますんで、で相手から車が通ってから、それでまた閉まります。高さ1600ミリぐらいありますんで、あとはフェンス、セキュリティ高いのというゲートですね。でもう一つのはですね、安全センサーということはレーザースキャナーを使ってますね。でレーザースキャナーは入って一回逆転にします。でそのレーザースキャナーは普通 のビームセンサーと違うのは、ビームセンサーは1本しかないんですね。でレーザースキャナーは面を見てます。こうやってとか、こっちでも下でもすぐ逆転をします。